皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もスターウォーズジェダイフォールンオーダー遊んでいきましょう。さあ前回については惑星で遊びを攻略中です。で前回ですね、このドクロの町、ここをなんとか突破しました。でショートカットを開通させて、おそらくこっち、これボス戦かなっていう感じでしょうか。目的地こっちね。遺跡に戻る道を探す。最終目的地は遺跡か。まずこっち行きましょう。ぴょんぴょんしてこっち。よし。そっちなんだよな。そこなんだよな。他は行くところないね。ボックスもなし。全回収。行こうか。なんだっけ。4文字の、なんかドンブラみたいな。マタンゴみたいな。なんだっけ。ゴンドラみたいな。ここでは待っているのは死だけよ。来るなと。行くしかないんじゃ、ゲーム的に。あ、で、ここでさらに瞑想ポイント。近くない？とりあえず、正座だけして、近いということは、まあ多分ボス戦なのかな。戦闘がありますと。そこ広いもんな。広い。間取りが広い。そして死体である。危ないかもしれない。危ないよ。ほら行くの BD は。意外と来んな。これがそのゴルガラね。わからない。まずあのパターンがわからん。風圧ドン。よし、あれさっき見た。これわからん、これわからん。いやー、ない、ないそれ。おい、風圧、くそ、スティンガー。おい、あ、危ない危ない。こいつね、なんか当てにくいし、パターンわからんしな。ドン、それは、それだけわかる。ドンだけわかる。これよくわからん。ちょっと待ってからか。はい、あー、遅れた。あ、そう、頭突きが強くせんだろ、それ。どっちかっていうと、それ赤だろ。赤攻撃だろ。で、風圧、いや、それ風圧取り組んでな。ドン、はい。ほぼほぼ見切ってる感あるんですけど。なんすかなんすか。方向だ。あれ、空飛んでからの？なにそれ。おぉ。衝撃か。これ飛ばれたらどうしようもなくないこれ。あ、で、突進からの？突進からの？あ、ドン来そう。で、衝撃波じゃないんかい。で、これ待ってからそう回避で、風圧あぶね、ドン、風圧ドン、消えんな。あ、で、こいつ、これ長期戦ですね、これ。いや、それガーフかな、多分。一発回復、残り4回回復で、これは衝撃波 どうなんだろう。とりあえずジャンプ。え、こいつタフすぎでは。危ねえ。さあパリって顔面。なんだよ今の間は。で、これ待ってから回避。お股を切る。また切り、また切りカルベである。それがよくわからねえ、それよくわからねえ。で、どこどういった。あ、それ消費だね。あー、いや、それめちゃくちゃだろ、2連は。いや、また飛ぶんだよな。で、これ突進だろ、これ。これがまずいんですよね。で、もう一発来る。あ、そうそうそう、どこ行く、どこ行く、どこ行く。あ、衝撃波ドン。
もうちょいなんだよな。これドンくんだろ。そうでドン、ちょっと待って、そうこいつ またが遠いこいつドン、もうちょいでね。あの減ってないですけど体力。おいずるいだろ今の。あ逃げた。何なんその無敵タイム。言っちゃった。こんぐらいにしといてやるかっつってね。行ったみたいだ。くっそ勝ってたのに。で、羅生門タイム。追いはぎである。さあこれはクライミングクロー、これを登っていける。でさらに速くなる。よーし、雲のようだ。サカサカ行って左行って、これで降りるんかな一旦。違うんだな。すいません。そこ違うの。となるとやっぱジャンプかな。で、こうひたすら登って。どう？ここなのかな？アイテム。ここ。シークレット1個。魔女の角。こっから先かな？シークレット。いや、もしかしてそっちにあるとかっていう。いや、ないかな。こっから先かな？多分。魔女の角。行ってみよう。ここ長いね。多分ロードかな。よしと、魔女の角。で、まずエコーね。で、そこに瞑想ポイント。中でも強い者たちは、この生き物の巣に入ってその力を証明した。まずトロフィー。エコー探査。エコー75個。22.5%。で、それと、ナイトブラザーズ、その3番。通過儀礼。ナイトブラザーズの中でも特に勇気ある者たちは、通過儀礼として、この生き物の巣に足を踏み入れ、生き延びることでその力を証明した。そっちシークレットこれ下ないもんな。まずこっち。これは二段ジャンプで、そう。うん。なんか声がするよ。あとね、そこ行けるんだな、左。進行方向そっちか。さあ、まずは、急速かけて、本作ね、多分ないと思うんだけど、強くてニューゲーム。これがしたいな。一周目のスキル全部持った状態で、二周目っていう。それができれば最高なんだけど。多分無理かな。あれ、これは開かないのか。じゃあそっちかな。下も大丈夫ね。魔女の角。ここも、うん、ですね。魔女の角。なので、これを登り。ああ、もうこれ何の声何の声。おい、下から来るんだな。危ない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 。なんでこいつ体力回復してんの。さっきあんな減らしたのに。チートかな。これいいね。この構図である。逃げねー。あれ壊れたんですけど。どうすんのこれ。さ、ぶっ刺しぶっ刺し。これ肉これ切れるんじゃないの。よし、さあどうする。
どうすんのこれ。彼に捕まる、あれ、あ、で、ね、こうしてなんかなかったことにして、はい、エルに、もう一度だ。これどうすんのこれ、手なずける、で、さらにすげえな、これ無理だろ、さあ、体力的にもう2回ぐらいかな、行くぞ、メイデン、飛ぶ、最悪フォースでなんとかなる、と思う。大丈夫だ、こいつは。さあ、これでやったのか、ゴルガラ。待ってね、チャプター5、その1番、ダソミアの沼地。戦いの最中、ゴルガラは2人を空中に連れ去り、やがて地上へ落下したゴルガラの死によって決着はつけられた。で、トロフィーゲット、これ見とこうか。これですね、ご自身ゴルガラ 53.1%、 大体半数ぐらい。じゃあ、なんだろう、半分のプレイヤーさんもやめてんのこれ途中で。それはもったいないよ。だからこの人もさ、ほら、なんだっけ、家のコルドバ系の剥ぎ方をしてんだな。後頭部だけ残ってるっていう。数字はもうがんじゃない。で、ここどこ？あ、これがですね、なんとまさかのボス部屋の手前かな？ですね。そうだそうだ。ここに戻ってきたんだ。よーし。さて、で、お次。あれ、じゃあ、つまり、魔女の角。シークレット多分1個取り逃しかな？そっち。あー、でもね、上にあるわ。なんかあるわ。へぇー。そこ何？あれ、どういくんだろう。一番上の方。今、こっち行けっていう風に書いてあるんだけど。そこが行ける。ちょっと待ってね。見てから一回戻りかな。あー、そこに行けるんだ。で、行ってしまうと多分次のとこかな。こう行って、ああですね、こっから先に行けるんだ。ここの奥？ちょい待ってね。崩れた遺跡に入る。遺跡、これどっち？あと、ここも行ける。ああ、遺跡ねえと、こっちだわ。最終目的地、そっちね。こう戻ってって、多分上に行ってからの、そっちっていう感じかな。これはね、一旦戻りかな。ちょっと待ってね。パーッと戻ってみようかな、じゃあ。さあ、一旦戻ってきて、こっからですね、そこの上って書いてあるの。あれ、行ける？ここをこうずっと登っていくのかな？上方向に。これいけるか？まあ、とりあえずそっちね。そこの。
あ、いけるわ、これ。こう切って、これをですね、ひたすらに登るんだ。さっきのボス戦ね。よし。さっさか登ろう。本作のレビューで巨大生物が多すぎるっていうレビューをね、いくつか見たんですけど、まあ確かにそれはあるかもね。スターウォーズというか、なんか巨大生物殺しみたいな。ただね、世界観は別に壊してないと思うんだよな。これはこれで本当に楽しい。よし。で、登ってきて、これがその、あれか。エコーか。これはナイトシスターが薬の調合に使っていた。治療薬も、毒もあった。調合薬。で、シークレット。8番の調合薬。ナイトシスターが様々な薬の調合に使った器。と、あのね、こっち行けるんだよな。ここは、あ、宝があるぞい。これで終わり？よし、なんだビリ。スキン。ダイヤノーガの火。これですね。逆エヴァンゲリオン、初号機。じゃあ一応これにして、これはいけませんと。マップ、この空間これで終わりかな。よし。さあ、シークレット、これ回収して、ダイヤ農家の火、なんか神聖のあれなんだね、祀ってるということは。でですね、こっちに行けるんだな。からこう降りて、さらに降りて、正面行ってさらに降りて、で、あのボス戦とかな、一番最初のボス戦手前のところね。ここは敵いないの？平和だな、だいぶ平和だ。滅んだのか、男ども。よし、ここに来る。で、こっからまあ降りなさいと、こういうことね。 OK です。じゃあこれで行こうか。整った。こっち、ずーっとこっちね、合ってるね。まだまだまだ、危ない危ない危ない。これはさっきこうしたのに。あ、敵いました。左すげえいそうなんだけど。撃ってこい。もう一発。多分チャンショット撃ってくるはず。一発食らわせると。あ、いで。早く撃ってこい。早く撃ってこい。くっす。食ってこいよ。多分チャージじゃない、あれ、ほら。違うんかい。いや、避けるなや。ちょっと頼むって、これ先に行けないじゃん、これ。よし、まず一匹。OK です。で、正面の上ですね。まず上に行く。あれ、何製だろう。すごい景色。あれいいな。月ってのは結構ちっちゃいんだよね。なんか、1円玉だか10円玉をこう思いっきり伸ばしたぐらいの大きさっていう、実は。望遠レンズとか使うとまた違うんだけど。はい。じゃあ、ちょっと足りない。待ってね。もう一回。あぶらぶらぶら。あ、こうして、ん？こうして、こうか。なるほどね。なんか足りないと思ったら。ああ。さらに、時間制限ね。少し助けてもらえるか。じゃあ、パパッと行こう。はい。よし。
出ました。なんだっけ、埋葬眉ということいるのか。とりあえずガード。村に通じる橋だ。戻ってくるとは思ってないんだろう。もっと見つかりにくい道はないのか。ここアイテムなし。ちょっと待ってね。ここのね、そこ、こっちって書いてあるんだな。なんだけど、これではない。とりあえず先かな。他に行けるところないもんね。下足張るけど。まずこっちだ。そう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 。こう来て、ゴキブリのごとく。よし。下大丈夫ね。これは無防備タイム。橋を下ろす前はこうなってるなんて知らなかった。何が起こるか試したかった。ヤシークの時みたいに。こういうとこ怖いな。ワッと出てこられると溶かされる。そっちアイテムで腰使う。よし、飛び込むと思ったよ。何か見つけたな。バガボンド、放浪者。バガボンド、これですね。ただこれがいい今は。あとエコー、これも遺体か。もう何人もやられた。奴は危険だ。生かしておくな。ダメだ、ブラザービスカスに合わせる。合わせる囚人。7番囚人。ナイトブラザーズは危険な人物を見つけた。よそ者だ。彼らはその何者かを彼らの逃走者のもとに連れて行った。それがあのおじさん？遺跡の。違うのかな？よし。で、さらに宝箱。よし、頼むぞ。はあ、何かあったんだな。ドロバイト。材質。ここ敵全然いませんね。で、この奥。アイテムなし、もう、2分の2。全部取った。さあ、どうかな。本作で今のところそうですね。最高難易度。セキロほどは難しくないかな。あと、まあ正直ね、ダクソほども難しくない。いい意味で。絶妙な難易度。難しすぎず、簡単すぎずっていう。これはちょっと登って、で、こっち。もうちょいね、死にゲーっぽくしてもいいと思うんだけど、ただそうなるとね、キャラゲーっぽくなくなっちゃうからな。バランス大事ね、さじ加減。で、このシラスの壁を登って、瞑想し、あれが遺跡かな？いや、村か連中の。行ってみようか。まずですね、ここアイテムボックス1個、ナイトブラザーの集落。そこに橋があって、こっち行ってこっち行って、どう来たんだっけ。これも行ったのか。こっちはちょい待ってね。そこに1匹でしょ。あと そっち行けるんだよね。こっからこうぴょんぴょんしていけんだ。ああ、なるほどね。先にあの、弓兵か。あれをやってしまいなさいと。この、こう言ってね。確かに。よし。あれ、本当に厄介だからね。あ、チャージショット。あっち側か。反対側に結構いらっしゃる。はい。じゃあ待って、引き寄せて、よし、ぶっ刺す。まこと恐ろしい技。あー、ミスった。パリミスった。終わりだ。投げたくらいで
待ってね。よし、もう一発回復かな。よくお分かりで、こいつを引き寄せてぶっ刺し。よし、あれが即死っぽいんだな。でこれは反射でいくかどうするか。うん、ダッシュからの回避。俺地味せんだろこいつら。あーで雲を飼ってらっしゃる。あのねこれそう、向きになるとマジ死ぬんだこれ。チャージショット、ここは引き寄せて、よし確定切る。ここ結構死んだだろうな皆さん。こっちなんもなし。もう一発頼む、撃ってこい。はよチャージショット。あダメ、よし。さてで全滅かなこれで。ね、行ける場所ここもなかなか複雑ですね。3箇所ある最低でも。でプラス箱がある、使いなさいと何かに。やっぱそっちかな、箱。そこのさ、ほら、あいつがいた場所ね。あそこに行ける。で、さらに、下行ける。まずこっちかな。見とくか。これは、これは、これで行けるとかではないんだ。ここよくわからんな。これで終わり？多分終わりっぽい。アイテムボックス1個、どっかにある。まあ、ただボックスだから、いいと言えばいいんだけど、シークレットではない。これね、アイテム全回収、骨折れるわ。前も言ったけど。まず場所把握しないとね。一周目初見じゃほぼ無理だ。ここからこう登ってはいけません。そこの、これがもしかしてアイテムってこと？あ、しまったわ。じゃあこうだろう。でそこに1匹いらっしゃる。でガードスルー、これがボックスかな。よし、ビディ、これは何だ。アイテムボックスだ。中身何かあったんだな。アプヘリオン、マンティスの塗装、これかっこいいな。アプヘリオン、じゃあこれにしよう。すごい熱吸収しそうだけど、太陽光から。これ回復しようか、すごい微妙な体力なんだよな。今のが攻撃かっつって。下に見つけた。あいつか。よし。今の美味しいパターン。正面、こっちとそっち行けて、ただ行き止まりになってる。進行方向上。もうシスターからの指示は待っていられない。このよそ者を消す必要がある。侵入者。4番ね、侵入者。ナイトブラザーズによって侵入者がここへ連れてこられ、その処遇の判断を待った。最終的にどうなったんだろう。追放か。これお家ね。よし。船が落ちたのはこの沼地のはずだ。気をつけて。大きな危険を感じる。この壁は可愛いな。で、介入。1番介入。ナイトブラザーズは沼地に船が墜落するのを見た。これが女王かな。で、これはその下っ端ね。下っ端の男性陣か。わーいっつって。ほいで、そっちが行き止まり。柵になって。
て、でこっち、よし、お外だ。あそこにああいう風に顔になってたんだ、怖え。ここ実際ね、中国の参道でね、こういうとこあるんですよ。まさにこういう感じの道、人もそこそこ死ぬという。で、面白いのが初心者の方はね、あんま知らないらしいんだ、ビビるから。登山経験者の方とかがよく亡くなるみたいって書いてあった。なんていう山だったかな、火山だったかな、なんかファサンだか、そんな感じの山。お寺があるんですね。ここは大丈夫？ガードしながら行くよ。で、これ何？切る。よし。さあ、これでショートカット。下に行けるんだけど、でって話なんだな。別に嬉しくない。さあ、ここは爆走。でからの、あ、これミスった時用かな、つまり。上から来そうなんだよな。しかし意外と来ない。カル、霊廟は見つかった？もうすぐ、寄り道してた。グリーズの様子が変よ。マンティスの外に誰かいたと言い張ってる。ダソミアの影響だわ。グリーズはいつもそうだろ。あなたはどう？幻覚は見てないから、多分。ナイトブラザーズの村から戻った。探索を進めたい。あなたの方は大丈夫みたいね。俺と BD は問題ない。そうね、多分機械には影響ないか、精神感能的なやつ。よし、あ、待ってね、アイテム、なし。シークレットもなし。ステム残り1個、どこかな。これもロードかな。よしと。でもうまいよね、ああいった間の持たせ方。ナウローディングって出さないっていうさ、あくまでもシームレス。で、これもショートカット。あ、これでここに来るんだ。ああー、2人来た。ちょいちょい、お待ちください。引き寄せてぶっ刺し、よし。えげつない殺し方、これえぐいよね。で、そっち行けて、こっちの奥に行けるのだけど、行くべき方向がですね、そっちなんだな。これ前に来たっけ、こっち。こっからこう来たのか。こう来て、で、そっから落っこってきたんだ。よし。ここね、そう、ここ休憩するとね、敵前方に3人だったっけ。これが強いんだな。まず休息。なんかこう、わっとくるんだよね。あ、そうそうそう、ほら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 。下にいるぞ。まずこいつを、あ、確定キルはできない。あの、そう、奥のあいつさ、さあやれ。あと、そう、上にいるんだな。よし、走りながらこうだ、いって、あ、これまずいな。はい、ヒットしていたら死んでいた。スティムをよこしてくれ、ビビ。さあ、これであのおじさんとこね。そっち行けないか。おじちゃん、おじちゃん今いるの？もういないかな。放浪者、ほら、誰かに捕まったのか。いや、あいつはモサってるよ、結構なモサだよ。あぶね、
行って、はい、あーい、一発回復。やつが回復してる。よし、さあこれでこっちへ行ける。これが霊廟だ。でこっからか、3つ目の霊廟。あとね、そっちへ行けるんだな。これなんだ、こっち霊廟の外、これ何、気になるよね。敵いそうだよね。2ダックアルファ。おい、こいつ強いわ、こいつ。はい、いって、ただこいつ意外とねパリれるんだな。そう、あぶね、早く。ここはスティンガー、これは噛み合う。まずい。あれ、連山入るんか、あれ。マジか。これもったいねえ。申し訳ない。今の勝ちたかったな。一回パニッタでまた来んのか。連撃が。さあ、リベンジ。まず経験値返して、わしの。で、こっからさらにそう、振ってくんだよね。これ回避、スティンガー噛み合う、ガードで、ここからさらに振ってくる。そう、分かっちゃいるんだけど、これむずいな。助けてくれ、ビディ。で、これは回避してからのスティンガー。あー、危ない。今の助けてくれ、頼む。一発入るとね、これきついんですよね。ただこれいけるよ。スティンガー当てて、あ、フォースがない、あった。よし、これでやりましたね。やったのー、久しぶりの勝利の前。2ダックアルファ、割と普通だな。で、問題は報酬ですね。倒したことによって何がもらえるのか。まずスキルポイント。3ポイント目。で、さらに、こっから、あ、そこ、待って待って待って。ちょ待ってね。今さ、ここに、あ、そうそう、これ下行けるんだよね、ほら。あ、でも保険用かな？そっち行けるとかってないよね。あ、あのね、ここシークレット1個あれば。ここに？こっから先になんかある。まずボックス。中が見たいのか？何があった？ミュルトン。BD1 スキン。ミュルトン、ね、サビ加工っていう感じかな。すいません、ミュルミドンだった。あ、ここも敵いるんだ。一発回復。あー、そこすげえできる。とここにボックスあるんだけど、待ってね、あれ返しに行く、ほぼほぼ見えねえ、めちゃくちゃ見にくい。おい、いや、これどうしようかな。走って処理る。あれ、しゃー、まずい。なんじゃこれ。スティムを投げろ。スティム、BD、スティムだ。あれ、し、おー、しゅしゅしゅ、あ、死んだ。あー、死んだ。頼む、BD。なんだこれ。プッシュ、鼻を引っ張ってぶっ刺す。よし、あの指使いえぐいわ、マジでこれガチでえぐい。よし、ようやくです。危ねえ。さあ、こっから、こっ
から探索なんだよな。アイテムボックス4分の1。悪夢の遺跡。これね、こっち来るべきじゃなかったの、もしかして。どっちかっていうと先にあっち行くべきだった。セーブ地じゃないかな、どっかに。あるんだったらそこで一旦終わりたいところ。こっち行ける。で、ここにボックス。よし。飛び込むと思ったよ。遺跡の外周か。何を見つけたか教えてくれ。アウトロー。無法者。これですね。じゃあこっち。あ、で、ここもなんかやばそうでない?ただこっちもスティムないぞ。こっから上行ける。シークレットこれどっかな。下方向ここじゃないのか。あ、なんかね、これこっから行けそうじゃない。ん、まあ、これが進行方向か。こう行って、あ、そこにこれ金箱か。これ金箱ルートね。よーし、マジか。これはでかいわ。多分ラスト。で、トロフィーもアンロック。だと思う。スティムだ。これでいい。おっと、全部埋まったのか。やったな。無敵な気分だよ。よし。さあ、コンプリートスティム。スティムキャニスター。医療ドレイド、これですね。 7.7% BD1 のスティムキャニスターを全て集める。これレアいな。 7.7% よし。さあ、どうね、すいません、今回時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、で、次回ですね、やっぱりそっちの方かな。この遺跡の中に突入していきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと Twitter のフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回スターウォーズジェダイフォールオーダーでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。